こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。本日は新企画の新しいフレームでバラカンをしようっていう企画の第2回目です。で、2回目なんですけれども、新車がちゃんと組み上がるまでには準備と計画がありまして、で、初回ではある程度それを言葉で端折って伝えてしまったので、一旦分かりやすく図解にしました。それでその図解を利用しながら、こんな順序でこういう計画で組み立てていきますっていうのを説明しますので、まずはそれをご覧ください。初回の際に今回の計画の全貌や組み立て順序、工程とかっていうのを口頭で説明してしまったので、ちょっと分かりづらかったかもしれません。ということで今回表にしてみました。3ページぐらいの表なのでお付き合いください。それでこのページは現在の私の保有者の位置づけなんですけれども、1号さんは近所の買い物や用事、あと折りたたんで車載するような場合に使ってます。それで1号の利用目的は今後も変わりません。それで4号については汎用サイクリング、ツーリング、遠目の買い物、あと輪行を目的として今まで活用してたんですけれども、特に今回パーツに関しての入れ替えはありません。だけども今回輪行者としての役割は終えようという感じですね。で、これで輪行をせずに3号を新しく仕立てて輪行をするっていう形になってきます。それで今までの3号ですけれども、ハイペースでのサイクリングをしたり、乗ってて気持ちいいもんですからストレス発散という形の手立てにしたり、高速に移動する一つの手段として活用したり、あと位置づけとして自分としてのハイエンドという形で今まで使ってきました。それで今後の3号の位置づけとしては、コンポを機械式に変更して輪行車として活用していきます。それで今後新しく作り上げる5号に関しては、3号のコンポアルテグラ DI2 を譲り受けて作成します。それでこの5号が今後の自分向けハイエンドという位置づけになってきます。では3号と5号でパーツの融通が発生するんですけれども、どんな感じでパーツを融通していくかっていうのを図解したのがこれでして、主に3号から取り外して使っていくのはアルテグラの DI2 のコンポです。 STI レバー、クランク、スプロケット、前後ディレイラーですね。その他はほとんど今のままで使います。例えばブレーキとかも使いますし、ハンドルとかサドルとかも使っていきます。ということで取り外したコンポを埋め合わせることをしなきゃいけないんですね。で、3号はどういう形で埋め合わせるかというと、今まで2号で使ってたものなんですけど、それがお蔵入りしていたものがあって、で、それはセンサーエンパイアプロという12速のコンポがありまして、で、それのデュアルコントロールレバーとスプロケット、前後ディレイラーをつけます。で、その際に必要になってくるものとして、クランク、これは105のクランクを新しく購入します。あとシフトブレーキワイヤーとかバーテープを購入する必要が出てきます。ペダルはまだ処分せずに残っていた PDM520 っていうのがありますので、これを取り付けます。それで次の5号なんですけれども、これは買うものがいっぱいありますね。例えばアルテグラの DI2 のコンポを流用する、あとペダルに関しては流用するっていうことができますけれども、それ以外はほとんど新規購入しないといけないんですね。例えばスルーアクスルシャフトだとか、チェーンだとか、ハンドルとか、スペーサー、サドル、ブレーキキャリパーやワイヤー、ホイール、タイヤ、バーテープ、ボトルケージ等という形でいろいろ買うものが出てきます。で、すでにある程度手当てをしているものはあるんですけれども、まだまだ決めてないものがあるんですね。特にハイライトはこれですね。ホイールとタイヤどうするんだってことは大きな問題なんですけど、まだ全然決めてません。それでこのページは今後の作業工程をざっくり説明したものです。で、アイカンに関して先に工程が発生するんですけれども、今回初日ということで DI2 コンポーネントの取り外しを行います。その後作業2日目ということで、センサーのコンポーネント取り付けて仕上げをしていくという感じですね。ですから新しく輪行車として再出発するアイカンは、少なくともあと2日間の作業工程が必要になります。で、これはおそらく6月中にやってしまいたいというふうに考えています。で、それが終わりますと、ようやく部品を揃えつつ新しいロードバイクの作成に取り掛かります。で、一番ネックなのがですね、
ブレーキキャリパー、これ私イコールというものを使いたいと思ってるんですけど、この納品がどうも7月の上旬中旬っていうことらしいので、それまでにどういうパーツで構成していくかっていうのを頭の中で練ったり、あと逐次パーツを取り寄せたりしてですね、作成するためのパーツを揃えていきます。で、ざっと考えただけでもハンドルとかヘッドパーツ取り付けとかブレーキケーブル配線とか DI2 のケーブル配線、コンポ装着、ホイール装着、ブレーキ装着、仕上げという形の工程が必要になってまして、私の過去の経験上ではこれを1日でやることはほとんど不可能ですね。店舗のプロだと1日ぐらいでやっちゃうと思うんですけど、私の場合にはじっくり丁寧にやりたい、完璧に仕上げたいっていうことを考えてるので、おそらく1日じゃ無理で2日3日は平気でかかると思うんです。ですからこの輪行車として再出発するアイカンが組み上がって、私にとって新型ハイエンドを組み始めた段階で、おそらく数回は動画紹介することになると思うんですね。ということで1回で完結できないんですけれども、その辺ちょっとご容赦いただきたいと思います。はい、ということで計画がご理解いただけたと思いますので、まずやるべきことっていうのは、最初はちょっと前座という感じの作業なんですね。もうその前座の第一弾っていうのは、アイカンを輪行用の機械式のコンポに組み替えるっていうことがありますので、まず取り払うべきコンポとか部品をすべて取ってしまう。その次に今回新しく機械式に組み替えるためのコンポをこちらに取り付けて調整して、アイカンを先に仕立ててしまうっていうのが順序として先なんですね。それで今回は必要のないパーツを一旦取り去るところまでということで作業をしていきます。それで方針を改めて確認しますと、外すのはコンポですね。コンポ、こういったクランクだとかスプロケだとか変速装置とかですね、その辺は外します。ハンドルは残します。で、ホイールも残します。ブレーキも残しますっていうことなので、まあ車体としては割と外形を残すっていう感じになります。で、順序としてはこの辺から攻めたいと思うんですけれども、その前に不要なアクセサリーは取ってしまいましょう。まずこのライト取って、あと再婚も取ります。それで、そうですね、順序としてはチェーン外します。そうですね、まずチェーンを外すのに準備としては、チェーンのテンションをなるべく下げておく方がいいですね。ということで変速をして、で、インナートップにしておきましょう。こんな感じでチェーンをなるべくテンション低くしておきます。それでこのチェーンはですね、ミッシングリンク、つまりシマノでいうクイックリンクではつないでなくて、ピンでつないでるんですね。まあ、このチェーン再利用しないのでどこで切っちゃってもいいんですけど、ここに接続ピンが見えます。ですから、まあ気分的にここから切ってあげましょうかね。で、こんな感じにして、で、チェーンカッター、使うときはこの一番底の分厚い部分がちゃんと一番下に入るようにしましょう。中途半端に変なところ入れますとこれが折れますんでね。はい、これでチェーン切れましたんでチェーン取ります。このチェーンは特に使いませんけれども置いておきます。で、チェーンが取れましたので、あとはコンポ関係外していきます。まずはこちらクランク外します。で、クランク外すときは 5mm の六角レンチを使うのですけれども、このボルトのトルクって割と高いんで気をつけなきゃなんないのが、特に緩み始めの時はしっかりとレンチをボルトの穴の奥まで
突き当てて緩めてください。そうしないとボルトが舐めてしまってですね、ちょっと悲しい思いをすることがありますので、それで次にクランクキャップ外します。それで脱落防止用のロックピンを外します。これでいいですね。であとは特に問題がなければこういうふうに力もいらずスルッと外れるんです。これはでクランク自体も特にその問題がなければですね、こうやってスッと指で押すぐらいで外れるようになっているはずなんですね。これでクランク外れました。次はこちらリアディレイラー外します。まず配線を外しますね。これを使います。これで配線外れましたのでリアディレイラーを外します。OK です。これで外れました。次フロントいきましょう。フロントディレイラー外します。これも配線がありますので配線をまず取ってあげる必要があるんですね。はい、これで外れましたので、あとは普通に 5mm のボルトで、 4mm でした、 4mm のボルトで外します。はい、外れました。さて次はハンドルいきます。でハンドルから取るのは STI ラバーと DI2 のケーブル関係ということで、ステムとかハンドルそのまま残しますので、まあどういうふうにすればスムースかっていうと、まずはバーテープ全部ほどいて取ってしまいます。それでインナーワイヤーだけ抜いておきましょう。それでこのハンドルの中のアウターワイヤーは後ほどまたワイヤー入れ直すためのガイドとして使いたいので取っておきます。それではバーテープ剥いでいきます。で今度は左側いきます。はい、それではバーテープ取れましたので、次は STI レバー取りたいんですけれども、その前にインナーワイヤーだけ抜いておきましょう。インナーワイヤーを抜くためにはブレーキの部分をワイヤーカッターで切っておかなきゃいけないですね。では切って抜きます。まず後ろのワイヤー切断します。次は前輪のブレーキワイヤーです。切ります。それでもうインターワイヤー抜けますので抜いていきましょう。これ抜けました。次後ろですね。はい、これで減速シフトレバー、つまり STI レバーがフリーになってますんで、あとは DI2 のケーブルを抜いてシフトレバー外していきます。
それではレバーを完全に外すためにこの最後のエンドカバーをですね外していきます。で、スティアレバー抜きます。で、反対側はジャンクションエンドがついてますんで慎重に取っていきましょう。で次は配線ですね。こちらの DI2 の配線をうまいこと抜いていきたいんですね。ですのでこれに関してはまあ一気に抜かず様子を見ながら徐々に抜いていくっていうことになりますね。まあなんとかなるかな。抜けましたね。で、今度はこっちか。この辺にワイヤーするユニットが入ってるんですよ。ですからワイヤレスユニットから配線の接続が抜けるとちょっと面倒ですからうまいこと持ってきたいんですよね。そのまま穏便に。はい、その後5分ぐらい悪戦苦闘しまして重要な部分を引き出すことができました。これがワイヤレスユニットです。あとは単純作業ですのでちょっと録画せずにやってしまいます。さて現状ですけどもケーブルがハンドルから抜けてハンドルは完全フリーになりました。で、このケーブルはここを通ってここでジャンクション B というものに接続されて分けられてバッテリーとこういう感じで分けられてるんですね。ですからこのジャンクション B ここに入ってるんですけどこれを取り去るためには BB を開けないといけないんですね。ですから BB 開けるためには一旦スタンドから下ろさなきゃいけないのでこの作業も端折りまして実際に全ての配線を取り去った後で撮影再開、まとめに入ります。それでは BB 外したのでせっかくなんでお見せします。これで最終的に配線を抜くことができます。まずここに電池が入ってますので電池の配線を抜きます。で、そうするともうここがこんな感じで抜いていけばもうどんどん配線を手繰り寄せて抜き去ることができます。こちらもそうですね。こちらも抜けました。あとリアディレイラーの方ですね。はい、これで配線抜くことができました。これでアイカンの方の必要な部品の確保は終わりです。もう次回の段階ではこちらを機械式に仕立てていくという作業になります。はい、今日の作業終了です。この辺が新しく新車を組むために使う流用パーツです。原則的にはコンポ関係ですね。で、これは多分7月の頭ぐらいまで出番がないと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は新車完成シリーズの第2回目アイカンから必要なパーツをもぎ取るという回でした。で、次回はですねこちらのアイカンをちゃんと走れるように機械式のコンポをつけて仕立てていきます。それでその完成したアイカンは私の意味でのハイエンドから一段下がった立ち位置になって輪行とかで使える高速ツアラーとして活躍するとそういう予定でいます。このシリーズまだまだ続きます。ぜひともお楽しみに待っていてください。今回は最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。